はい、じゃあブルームボックスの6月号の開封をしていきたいと思います。はい、じゃあね、早速開けていきたいと思います。今月の、テーマは、フレッシュウィンドウということで、冊子の方がですね入っておりました。今月何入ってるんでしょうかね。先月ねあんまりね、いい内容ではなかったので、今月はすごい期待して、あんまりね期待してなかったんだけどね、まあまあ良かったんじゃないかなと思います。はい、ではね、開けていきます。はい、じゃあね、まずサンプル品が、入ってました。こちらの、シャンプーですね。はい、資生堂さんの商品ね、敏感肌とかの、アトピーとかアレルギーの治療後にも使えるというすごく、優しいね、シャンプーが入ってました。どちらかというと私も敏感肌なので、ちょっとね嬉しいですね。はい、ね、まあいい感じにね小分けになってるので、旅行とかに持って行ってちょっと使いたいなと思います。はいはい、これが 1.2 でした。はい、ね、次もね、ヘアケア系の商品になります。ラサーナという、洗い流さないタイプの、ヘアトリートメントが入ってました。はい、日本製のもので、株式会社山崎さんということで、記載がありますね。はい、こちらはサンプルサイズなので、50ml になります。はい、製品の方は 180ml で、税込み価格2420円ということです。はい、乾いた髪にっていう感じで、癖とかね、そういうものを直したりとか、はい、いう感じの商品ですね。もう液体系のもので、こういう感じですね。こういう感じのものになりますね。はい。香りね、すごい、いい香りですね。ちょっと、つけとこうか。つけました。はい。という感じですね。はい。ちょっとね、いい香りするので、使ってみたいと思います。今ね、別のやつ使ってるんですけど、ラクシーでいただいたやつも、それもすっごいね、いい香りがして。ちょっとアホ毛直しとかね、使ってます。それがね、終わったりとか、まあ、香り変えたいなっていう時はこれを使いたいと思います。はい。では、次ですね。2点目になります。2点目がね、めっちゃちっちゃい、めっちゃちっちゃいサンプルが入っておりました。はい。ビオデルマというところのもので、ウォッシングジェルですね。洗顔ジェルということで、フランスのね、ものになるそうです。はい。なんかね、見たことあるけど使ったことはないですね。はい。200ml で、メーカーの希望小売価格が、税込みで2420円。はい。無着色、エチルアルコール、オイル、パラベン無添加の弱酸性ということで、お肌に優しいものだそうです。はい。まあ、サンプルサイズなのでね、これもちょっと旅行行くときに持っていきたいと思います。はい。でね、次がね、すごい嬉しかったんですけど、はい。エストが入ってました。はい。花王さんね、ソフィーナさんの、商品になります。はい。サンプルサイズなんですよね。結構でも、ちゃんと大きさある感じで、60ml 入ってます。はい。パウチサイズのね、サンプル使ったことあるんですけど、まあ、特にトラブルとかもなかったんだけど、効果に関してはさすがにその量だったので、わからなかったんですけど、まあ、ちょっとね、使ってみたいなって思ってた製品で、ちょうど、ファンケルさんの化粧水が切れてしまったので、代わりに、夜を中心に使っていこうかなと思います。はい。はい、じゃあ続きましてが最後になります。はい、
セザンヌさんのリップが入ってました、LD の1番レッド系ということですね。はい、私ね、ティントの方を、セザンヌさん使ってるんですけど、非常にいいんですね。はい、色違いとかね、何本か使ってます。はい、こちらはねリップですね、結構ね真っ赤っていう感じの色味なので、ちょっとあんまり自分には似合わないかなっていう感じの色だったので、ちょっと他のリップの色と混ぜてね使ってみたいと思います。はい、美容成分がねたっぷり入ってるみたいで、シェアバターと、オリーブ油、ホホバ油ということで、保湿成分がね高いリップになっていると思います。はい、ロングキープ、滑らかなツヤ、潤いということで、レッド系のリップということで、こちらの方がね、唯一今回の、原品になります。デザインもねすごいなんか可愛いなと思って良かったです。はい、はい、では紹介ね以上になります。今回ね原品リップだけだったので、ちょっと合計金額の方はですね、出さないんですけれども、まあ、ちょっと使ってみたかったものがね今回入ってたので良かったです。はい、じゃあチャンネルをですね最後までご視聴いただきありがとうございました。またよかったらねチャンネルの方を見に来てください。ラクシーの方はね今月シスレだったので、先月分まだ上げていないので、まとめてね動画にしてあげようかなと思っています。はい、ちょっと更新がね最近遅いんですけど、まあマイペースにねちょっと上げていくのでよろしくお願いします。はい、じゃあまたね、バイバーイ。